こからのこの球出しは早稲田いいリズムで出ました。そして人数を余らせて最後はフィニッシャー中鶴のトライでした。これは鮮やかでしたよね。はい、人数が外側の中鶴が見えてましたのでそこで呼びましたよね。ここで3対5のシーンになってますから。でしかも慶応のイングが詰めてしまったというのもちょっと人数が余った原因だと思うんですね。内側からディフェンスをしたということですね。内側から内側からというディフェンス、結局外に人が余ったという形になりました。そして前半23分、慶応のこの後のディフェンスです。ここもしっかりと前で止めた。ただ早稲田が外に、ここは連続攻撃からですね、こうやって崩していって外に十分な人数を作ったんですが、この場面です。ウィングの鈴木、もう止めるとすればあのパスを狙っていくしかないという中で、バイスキャプテン鈴木のインターセプトからのトライ。まあ、一つはここで早稲田のフルバックの黒澤君が迷ったことですね、はい、迷って止まってパスをしてしまったというのが、もしもパスがそのまま速いパスを送っていればよかったと思うんですけども、あそこはパスを通されてしまっては鈴木としては1対3で守らなければいけないという局面でした。はい、さあそして 50m 近くあるペナルティーゴールを選択して滝口がこれを決めました。前半34分、これで慶応が10対7と3点リードします。そして少しこう攻めて手詰まりというところから、ここはスタンドオフの小倉、素晴らしいドロップゴールを見せました。10対10の同点に追いつくという前半の37分でした。もう一度ご覧いただきましょう。これ正面ではあるんですが、こうやってワンバウンドさせるドロップゴール、これ砂村さん、まっすぐ蹴るのも難しいんですよね。そうですね、楕円形のボールですから、それをうまくコントロールしてます。つきます KO です。後半に入って4分過ぎ、早稲田一時攻撃でこのトライでした。ここはまあ用意してきたプレーが本当にこうはまったという、はい、やはり一番持たしちゃいけない選手にボールを持たしましたね。ここでグラウンドをしっかりとワイドに使って、あとはスピードの競争で中鶴君の方が早かったという感じがしますね。7人制の日本代表、中鶴仕留め切りました。さあそして後半の28分の慶応です。このプレー、そこからこぼれたボール、やはり中鶴が拾い上げまして一気に走り切りました。やはりここでのプレッシャーですね、はい、今日中鶴君は早稲田としては4トライ中3トライですから、非常に活躍しましたね。早稲田としては強み、今年は両ウィングのその決定力は強みと話していましたが、その決定力が出た形になりました。後半36分の早稲田です。ゴール前からモールを組んで、最後は金昌慶が飛び込んでいきました。